えー、桜恋さいんありがとうござまますす、えー、コメント失礼します、えー、先日ジャンクスポーツというダウンタウンの浜田さんの番組でアスリートの恋愛についてやっていました、えー、フィギュアスケートからは沢山里奈さんという方が出演されていました MC の方にフィギュアスケートは選手同士がお付き合いをしているイメージがあると言われ沢、えー、山さんがフィギュアは フィギアでは一人も選手同士で付き合ったことがない人はいないという人くらい多くて、うん、同じリンクで元カノ元カレがたくさん滑っているような状況と話をしていました私はそんなことは、えー、知らなかったんで正直びっくりしてしまいました、うん、でも選手は、えー、学校と練習の毎日だから出会いもスケート仲間になってしまうのかもしれませんね、うん、あのー、今だから言えることなんですが そんな感じですね。付き合ってない人は本当、逆にいなかったかなっていう感じがあります。あの、大学のフィギュアスケート部でも、ほとんどの方が付き合っていたし、それから、まあ、ちょっと、全日本に出るクラスの男の子たちも、まあ、き合っていたりとか、別れたりとか、同じリンクでそういったこといっぱいありましたね。うん。ちなみに、ベルリンのリンクでは10 10、まあ12、十、十、まあ、十二、三歳とかかな。 もうちょっとかな、1三4歳ぐらいですかね、の、えー、まあ、人たちも普通にこう、付き合っていたりするし、でもその子はフィギュアスケーターじゃないですね。うん。他のアイスホッケーであったりとか、あ,あとアイスホッケーと付き合っている選手結構多いですね。うん。フィギュアスケーターとアイスホッケーで付き合っている人結構多いかな。日本でもいましたね、何人か。うん。だからまあ結構氷の上で出会って付き合って、で、結婚されている方もいましたね。うん。まあそんな感じになってるかも。 そういった印象が僕は大きいかなと思います。うん。あと、まあ、男女だけじゃなくて、まあ、男同士だったりとか、まあ、あとは女の子同士はあんまりいませんけど、まあ、男子同士って結構ありましたね。うん。だから、なんから結構自由な感じがあって、アットホームですね。誰もそういうのあった時に、みんながもう、あ、そうなんだっていう感じですごくアットホームですよ。うん。もう、本当に自由でアットホームで、あ、そうなんだっていう感じでもうね、 フィギュア界や恋愛に関してはすごくアットホームなんで、そういった意味ではね、とても生きやすさを感じたりはしますね。う,んえー、ゆうのややさんどうもです。カブさん、日本はミニチュアの国に見えるんですね。なんか可愛いですね、えー。ドアノベもその国の人に合わせてあるんですね。外国人は腰の位置が高くてびっくりしますね。うん。そうですね。だからまあ、 海外に行くと、まあ、特にオランダ、ベルギーとかは本当、がたいがでかいんで、うん。はい、そんな感じなんですよ。さ、う、だ、んえー、かでさん、ありがとうございます。えー、こんばんは。この動画の冒頭で、日本の独特さについて語られているので、私の感じていることなどについて述べていきます。一般的に日本人は平均身長が低いため、 ドアノブの位置や男子トイレの小便器が低めの位置に設定されている理由になります。うん。ですよね。一方、ヨーロッパは渾身長の方が多く、横幅も大き,い大きめの方が多いのではないでしょうか。まさしくその通りですよ。うん。だから、あの、すみません、変な話というかなっちゃうんですが、あの、僕、小便器であんまトイレできませんね。うん。ちょっとこう、本当に、あの、位置が大きいので、 大変だったりりしまます。すこれは食文化の違いがありますね。日本食の多くは油を使わず砂糖の使用量も欧米より少なめな食べ物が多いため横幅が小さくスマートな方が多いと思います。うん、やはり日本食は健康的だなぁと感じました。ただ30年から40年程度で日本でも欧米の食文化が相次いで浸透されてきたんで日本人でも高身長の方や横幅の食文化が 横幅が大きめの方は昭和以前と比べると増えてきているのは事実です。うん、昭和以前に建設された建物は取っ手がかなり低いねと感じると思います。ああ、なるほどですね。うん、そうそうだから、まあ結構な後ね。まあ、体型も筋肉質な人はいいんですけど、ただやっぱ洋梨体型の人はすいません。えっとごめんなさいね。あの結構、おらん欧州には多いかなっていうのが、えー、見受けられますね。うん。 そんなに太ってたら日本だったら生活習慣病になっちゃうんじゃないかとかありますが平気でそういう人いますね。でもそういう人たちに対して例えば言っちゃいますけど、まあ、デブとか言わないんですよねこっちって、うん、あんまり。だからそこら辺が日本との違いですからね。 太っていいるる人に対すす差別があままりないと思います、うんえー、歌舞伎ンテレビを主張してきていて日本とヨーロッパの違いについて私もたくさん学んできましたが日本の常識は世界の非常識であるということを強く感じました、うん、非常識というか独特な雰囲気が、ね、ありますねでも逆にそれでいいかなと僕思いますよ合わせる必要は全然なくて日本の,そのなんか文化ってそれでいいと思うんですよね僕ね、うん、鉄道の時間の定時性はまさにこれに えー、当てはまりますね。すると日本人は歩くスピードが速めらしいです。はい。その通りでございますね。カムさんの感覚から見て、日本人とベルギー人ではあのー、比べてどちらが歩くスピードが速いと感じますか、圧倒的に日本人ですね。はい、いや、これはね、私の予想ではえ順守に、時間順守に厳しい日本人の方が速いと予想しています。もう全くその通りですね。ただね、東京はね、そうでもないですね。うん ただね、それでもね、こう、何て言うんでしょうかね、あの、歩くトーンがですね、ちょっとこう、何て言うんだろう、こう、まあ、小幅で速いって言いますか、ね、すみません、そういう感じがするんですよ。まあ、僕も小幅なんですが、あの、こうね、あの、リズムが、とっ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 ていう感じなんですよ、大げさに言うと。ただ、外人は、とっ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 ていう感じなんですね。だから、スピードの時間については同じなんですけど、 日本人は、とっトっトっトっとっ,とっていう感じなんですよ。外人はこう、とっ,とっ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 ていう感じですね。まあ、これも人によって分かれますね。うん。あと、僕が感じたのは、 あの東京ではそこまで速くないんですが大阪に行ったとき、すみません、大阪の人、すみませんね、かなり速,く速かったですね、もうびっくりするぐらい速くて、すごいちょっとすみません、せかせかしてるなっていうのを感じました、ごめんなさいね、うん、あのその後ね、そのあで僕、神戸行ったんですよ、そしたら歩くスピードが結構遅くなったんで、大阪と神戸ではずいぶんと歩く速度が違うなと感激した思い出がありますね。 うん、まあでも人によって違いますけど海外にしばらくいてから日本に帰るとなんかなんか面白いっていうかそういった感じがねあるので歩き方がちょっとやっぱりなんかあの気になりますね。うん あとは日本でいうと圧倒的に歩きスマホをしている人が日本はたくさんいますね。うん。あまり人の顔を見ないとか、あともう一つ言うと、電車の中がもう本当、日本の場合はもう皆さん人の顔をあんま見てないですね。うん。もうなんか、もう自分のことしか集中してないっていいますかね。うん。でも外人はあの周りの人のことをじろ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 見てるんですよ。うん。それが大きな違いですね。日本はあんまり人の顔を見て、まあ 見てないんだけど、見てるみたいな。うん、なんあります。あの、例えばですね、まあ、あの、電車側の中に入りますと、日本人は外を見てる人が多いですよね。例えば、あの、椅子に座るんじゃなくて、あの、まあ、扉のとこに近かったり立ってる人はね、だいたいこう窓を見てる人が多いと思うんですよ。窓の外を見てる人が多い。でも外人は、あの、窓の外に、あの。 のとこころ寄りか,かっててででですすねね、まあ、を見いいいる人が多いんですよ、ね、こういう感じでだから、それもなんか違いかなと思います。で、僕はやっぱ日本人の感覚が強いので、まあ外をやっぱ見ることが多いですけど、お客さん、他の人にお尻を向けるっていうことはあんまりこう他の人はしませんね。これ何なんだろうってすごい気になってます。非常に面白いかなと思うんですよね。うん。だから、まあ、多分日本人は恥ずかしがり屋の人が多いのかなと思いますよね。まあ、僕も恥ずかしがり屋な,なんで、まあ、あの、あのまあ、結構、 あの社内の人たちをを見見るるっていいうかは外を見ることとが多いと思いま,すまあ多分なんか外人は盗難が多いのでそれで警戒してるのかなってちょっと思いますけどね何なんでしょうかねアメリカとかでもそうでしょうかねうんそういうふうに僕は感じましたねうん。 まあ他にも感じたこと結構いっぱいあるのでまた今度お話ししようかと思うんですけどなかなかちょっと話す機会がないですねうん、えー、夏美さんありがとうございます、えー、カブ君こんばんは生まれてからずっと住んでいると日本がそんなに変わっている国だとは思わないけど外国からやってきた人たちは全然違うと思うみたいですね思うみたいですよ著名なピアニストのブーニン氏は少し前から日本に住んでいますが外国での講演を終えて日本に帰ってくると ほ,っと,すると,ほっとすると話していましたということですね。争いを好まず、和を尊び、凶悪な事件も少なく、まあえーそうですね、まあまあ平穏に暮らせますが、この頃は中国人が増えて、それも不法滞在のため、中国人による犯罪が一番多いそ,れう,ん多いそうです。ということで、まあ、これまた問題ですよね。北海道のように中国人による土地の買い占め、ああ、これ僕もね、ベルギーにも情報を届けましたよ。 なんか結構、北海道の土地を中国人が買い占めてるっていう話聞きますね、えー。一部になっちゃうのかも。日本国籍がないと土地の所有ができないようにしないと、本当にまずいですね。いや、本当ですね。どん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 侵食されていっちゃうんじゃないかなという感じがしますんで。 かか対策が必要なななんじゃないかなといいとうに思っていますあのベルギーでも中国人が1人でも入るとその1人が家族をみんな連れてくるんですよだから街ごと中国人になっちゃうっていうことがあるんで、まあ、結構そういうのがあるんでもうちょっと問題になったりはしてますね、まあ、だからベルギー人もまあぶっちゃけ中国人が入ってくるのを恐れてるっていうのはありますうん。 イスラムのどっかの国も中国人が入ってきたことによってその街全体が中国になっちゃってなんか嫌だって言ってる話を聞いたことあるんで、まあ、それがちょっと問題なのかなというところがまあ,ありますね。うん はいまあ、それからまあ日本が平和っていうところの象徴としては、神、まあ、棚の上にです、ね、電車のほら棚の上に荷物を置くことが容易でできますね、ただまあ海外でも置くんですけど、ただです、ね、あんまり一般的ではありませんね、うん、やはりこう盗,みら盗まれちゃう危険性があるので、まあ、盗難という意味では、日本は多分安全かなという感じはしますが、ただまあね、最近そういった感じで日本も変わってきてるっぽいんで、注意が必要かなと思いますね。うん サティのノカブくんこんばんは。韓国の話をすると話が尽きなくなってしまうので、今回は次長。霊感話をしていきます。前置きが少し長くなってしまいます。今は土地開発のためやめてしまいましたが、戦前から商いをしていた日本蕎麦屋でした、えー。お客さんが60人ほど入ることのできる店内だったので、比較的裕福で、特に私が生まれたところには、 大変繁盛していたためた、ねた初,ね初,孫ね、初孫だった私は長与、羽男と、えー、育てられていきました。私は3歳くらいの時に自我、えー、のようなものがありそれほど言うことを聞かなかったのは忘れてしまいましたが母が線香で追いかけたり明る,くなか明るくかったので少しも怖くはなかったんですが 小さな部屋に閉じ込められたりしていました。えー、その時には思った私は、その時に思った私は悪くないははっきりと覚えています。私の家の作りは変わっていて、住み込みの男性と女性店員が数名いたので、えー、そのためか、あのうんえー、と前はつながっていたらしい、建物の女性店員が住んでいる方の家の廊下の先に、えー、と母目に先は、 壁殺しのガラスの扉で塞がれていましたある日の夕方他の部屋に入ろうと廊下を歩いていると真っ黒な人がそのガラスに捕まるように移動しているのが見えましたちょっと怖すぎですねなんだこれはその時は壁伝いに移動している行くなんか変な人がいるなと思い少しも怖くはありませんでしたいやだ,だいぶ怖いですよあの。 いやだ、だいぶ怖いですね。えっと、今すいません。一人で僕、コメント読んでるんですけど、あの、ちょっと背筋がゾッとしてます。うん。今は、水子は信じていないんですが、母がちょうど子宮外妊娠のが、えー、私が3歳の時で、その後の真夜中に、金縛りはなかったんですが、急に目がぱっちりと、不自然に開いてですね、 えー、その時も怖くはなかったんですが、なぜか理由もなく叫びたくて声を出そうとしたんですが、全く声が出ませんでした。これはちょっとあれですかね、あの、悲しり的な感じですかね。うん。その時は子宮外妊娠だった時の子だなと思ったりもしたんですが、その後は何もなくすぐ眠ってしまいました。これが3歳の頃にあった不思議な体験でした。すごいですね。小さい頃ってよく霊見るって言うんですよね。そして私の霊感が、えー、っと、 開花をしたのは、コックリさんで遊んでいた小学6年生の時でした。コックリさんはどうしてこうなるのか、科学的な証明がされているようですが、私の場合、それだけでは済まないような感じなんですよね。それがきっかけになり、一人で目を閉じたまま、やっている人が、やって、あ、やって、人がどう動いていたのかを、えー、見ていくようになったので、コックリさんをやる前に、友達とテレパシーごっこを 悪になってやったこともあるのですが、私の感度がよく、やっている間、えー、駐輪の周りですかね、駐輪の周りに、あ、やっている最中かな、のうんえー、駐輪の周りに風が吹いていました。まあ、数十年経ってから私は低給霊がついていて、私の顔を見ることさえ嫌だったと人づてに聞きましたが、低給霊うん、低給霊って僕いまいちわかんないですね。 その人は、そういう人に会うと、帰宅してから電球が割れたりするそうですが、どうなんでしょうね、あでも電気系ってやっぱり関係あるっぽいですよ。私の背後例は、名前も身分も分かっているのですが、提供例だとしたらあの、私に嘘をついているんでしょうか、中学生になってから私の霊感は本格的になってしまうんですが、長くなってしまうんで、今回のコメントはここまでにしておきます。提供、ね、例っていうのはどういう例なのか、僕はちょっと分かりませんが、そういう感じみたいですね。 うん、でも何かはありそうな気がします。ただこれ続きがちょっと気になりますね。うん。えー、あとべよさん、ありがとうございます。えっと、あこちら、そうですね。えー、かぶくんこんばんは。えー、こちらはですね、雨だし、あだし、遠いし、車で往復3時間、大変だったけど、無事に止めていきました。あ、勤めていきました。 で、うちの旦那も娘に甘い甘い砂糖みたいに私が買ってと言っても買ってくれないのに同じものを娘が買ってと言うと大体買ってくれますうんなんかそういう感じですねだから最近はまた、あ、最近は娘を返してお願いするようになりましたこれはいいですねうんすごくなんかいい感じですねこれは作戦としては大成功です ですね、うちは娘しかいないので分かりませんがやっぱり娘と息子とでは接し方が違うんでしょうかいや多分だいぶ違いますよ。うんあのー、全然多分違うと思いますねあの本、ー、当息子にはねもうとことん冷たいですよ。 とごとん冷たい。うん、なんでな、なんなんでしょうかね、この差はね。うん、やっぱ、娘に嫌われるのは最悪なんでしょうね、お,とお父さんとしてはね。うん、やっぱり、息子にはこう自分と同じ苦労をしてほしいっていうのはあるんでしょうね、きっとね。うん、でも、その代わりお母さんはだからといって、じゃあ、息子に甘いかって言ったら甘いのかな、うん。そんな気はあんましなかったんですよね。うんえー、ゆいのややさん、どうもです。 えカブさん、チャギアンドアスが聴くんですか、まあ、最近はちょっと全然聴いてませんけど、昔はよく祖母と聴いてましたね。うん。私の母親が大ファンです。歌めちゃくちゃうまいと思います。うまいですよね。僕もすごい好きで。うん。一番好きな歌は何ですか私は知っている中ではラブソングが好きです。あ、でもラブソング一番好きかな。あのね、すいません。名前はね、ちょっと覚えてないんですけど、あの、とりあえず聴いてました。あとね、ワインがどうのこうのっていう曲がありましたよね。ワインがどうのこうの。ちょっと名前忘れましたけど。 あとね、なんとかマンっていうね、ちょっと名前忘れてましたけど、そういった曲も結構好きだなと思いますね。うん。はい。歌はでもとても上手いと思うんで、ちょっと薬かなんかやっちゃったのが残念ですね。うん。そして、カ、え、ブ、ー、さん、お疲れ様ですね。あの、世界地図の前で、あの、あ、世界地図の前で話していますけど、今日はブルーに合わせてオレンジシャツにしたんですが、元気な感じがしていいですね。うん、ちょっとあの、あの、なんだ あ,のあえてオレンジにしてみましたかね、オレンジと青で、うん、続きまして、ウクライナのお話が入ってきましたね。 佐仲江さん、どうもです、えー。今大会にはウクライナから2選手が出場されましたね。いまだに母国ではロシアとの戦争が終わっておらず、えー、母国への思いなど、特別な感情の中での出場だったんではないかと思います。いや、そう思いますよ。僕は演技を見て、それをすぐ感じましたね、うん。最近の情勢になりますが、ウクライナが反転攻勢を強めてきて、えー、これまでに約8000平方キロメートルの領地奪還に成功しています。うん あのなんか結構ねそうらしいですね、うん。これは兵庫県の大きさと同じくらい、一方、ロシアですが部分動員令が発令され国内では混乱が起き始めています。部分動員令っていうのは具体的にはちょっと分かんないですけどそうらしいですね。これは誰か国民が入あの動員されるっていう感じですかね。うんえっっと戦争反対派がデモを行ったり 急いで国外に脱出する人が相次いでいます。うんでしょうね。うん、うんまあ、僕も洗脳されてなかったらであの脱出する可能性がちょっと高いですね、うん。そんな中、日本政府にも動きがありました。ウクライナの州都キーウにある日本,人日本大使館を近く業務再開する方針であることが明らかになりましたという感じですね。うんなるほど。まだ戦争は終わっていませんが、キーウではマクドナルドの。 営業も再開するなど、あそうなんですか、なるほど、経済活動再開の動きが見られます。こんな戦争、一刻でも早く終わってほしいもんです。いや、本当ですね。うん。いやー、でもなんかどうなっちゃうんだろう。ちょっとあのー、ねこのままどのように集結していくのか、全く分かんないですね。もう全く読めない。うん。ただ、ロシアの軍の士気がですね、まあ、下がってるっていう話は聞くんですけどね。うん。いやどうなっちゃうんだろう。分かんないですね、ほんとね。うん。 藤原うまこさんありがとうございます、えっと。藤原さんから、かぶくんこんばんは。画面のバックの、えー、あ、これはついたて、この間から綺麗だなと思って見ていましたが、ご自分で描かれたんですかいや、これ違うんですよ。これはね、買いましたね。 うん、あの、はい。えっと、なんかね、えー、買いましたね。うん。えー、ハリー・ポッターの世界のような不思議な世界を感じます。いや、嬉しいですね。最近、ポッター、頭の中でポッターしかないので、うん。オレンジ色の T シャツがとてもよく似合っていますね。私は一日大掃除をしていたんで、かぶくんの爽やかな笑顔にぴったりで、疲れが癒されました。ありがたいですね。うん。あのー、最近は、この、あの、これ買ってからですね、結構超子いね。 なんか東進さ寒くね。何なんだろう、うん。なぜか昔から突然大掃除をしたくなります。いらないものは処分するとすっきりしますね。あ、いいですね。うん。あの、僕も、あの、僕もね、捨てるって結構好きなんですよね。ポイってなんか、あの結構すっきりするの好きですね、うん。東京はただいま9月23日にして大雨です。明日も、えー、雨のようです。 雨は夜降ってほしいので、今はほっとしています。これ多分、台風の紀伊半島で発生した台風が影響しているんでしょうかね。うん。私は木が好きなので、内、えー、苗木を育て、毎日庭の木、花に水入りを入れるようしています。うん。いいですね。僕も好きなんですよね。100年,100年以上経つ梅の木は見応えがありますよ。 素晴らしいですね、本当、うん。毎年満開の花と,は花と実は5月、6月と毎日掃除しないと大変なことになります。でも自分が好きでやっていることなんで、うんいや、僕はね、あんまり表に出ないので、こういった庭があったら最高ですねで。そこにさらに動物がいたらもっと嬉しいですね。うん、外に出ない息子は えー、庭掃除とゴミ出しは必ず手伝ってくれます。えー、無言の教育ですね。なるほど、うん。私がいなくなったら自分がやらなければならないと思っているようです。これも彼が選んでいることなんで、えー、自閉的抵抗のある赤ん坊を、えー、育て上げるのは非常に難しく毎日が勉強です。えー、これからも、えー、楽しく頑張りますいや。僕も自閉ですよ。うんまあ、自閉っていうか、自閉症っていうか、まあ、そういうのは。 ね、言われてしまったんで、でもかなりね、うん、やっぱりね、社会はね、馴染みませんですね、やっぱね。うん。なんで、まあ、ちょっといろいろ工夫しながらなんですけど、うん。はい。まあ、難しいけど、なんとかなる,なるんで、うん。まあ、なんとかなるまでが大変な部分もあるかとは思うんですけどもね。まあ、でもどうなるか分かんないし、答えは一つじゃないと思いますよね。うん。はい。えー、空賀さん、どうもです。クイズでございます。今日は 西九州新幹線が開業したんで、それに関係する、えー、鉄道クイズを出題いたします。えー、今回はすべて選択式の問題ですので、当てずっぽうでの参加もできます。当てずっぽうですが。皆さん、考えてほしいですね。うん、回答期限は、二十六日二十時日本時間までとしたいと思います。ルドゥドゥンルン西日本、違いますね。西九州新幹線の列車名で回答しているのは、以下のうちどれでしょうかということですね。 西九州新幹線列車名、なんでしょうかあ、面白そうですね、これね。何だろう ?1 番目、みずほ、2番、桜3番目、つばめ、4番目、緑ど5番目、かま目だそうです。うーん、何でしょうかね。西日本、あの、九州ですね、西九州ですよね。に関係するっていうことだと思うんですよね。うん、うーん、何だろうか。うーん、何でしょうかね。 何だろうねな。何かがちょっとヒントがあるかなと思うんですけどね。なんかその、うん、カモメの可能性は低いんじゃないかな。うん、なんかあの千葉県とかの可能性が高いと思うんですよ、僕ね。なんとなく、うん。だから緑も違うんじゃないかな。緑、緑、うん、どうでう桜もなんかね、ちょっと他のところで使われてる気がするんですよね。あ水穂とかね、ちょっと可能性高いんじゃないですかね。瑞穂とか。ツバメとかは、 なんかこの前のね、プロジェクト X の話でつばみをっていうね、話で、これもちょっとなんかね、まあちょっと推理の話があると思うんで、このつばめちょっとなんか気になってきますね、僕はね。緑はなんか違うんじゃないかな。うん。ね、でもこの瑞穂ってこれね、 普通この問題に入るっていうことはないうなですよねみずほがねがだから他のところは問題に入ったとしてもみずほっていうのはちょっとなんか問題を作る時に、えー、みずほってなんか入れるっていうのがちょっと不思議な感じがあるじゃないですかだとするとみずほの可能性がありますよねうんツバメもちょっと引っ掛け問題でうん他のところは結構ありったりな気がするんでみずほの可能性はありますけどねみずほかツバメだと僕は思いますようん ファイナルアンサーを決めていきたいと思いますね。みずほじゃないかなやっぱりね。うん。じゃあ、僕、みずほにしますね。えー、問題2番。えー、西九州新幹線やその平行在来線についての説明文で、正しい説明には丸を。誤った説明にはバツで回答してください。うわー、難しそうですね、これね。どうなんだろう。行きますね。1番目。今回改良した西九州新幹線、立、え、恵、ー、温泉から長崎間は全駅が長崎県に所在する駅である。うん。 一番どうでしょううかねうーんどうでしょうかでもなんかちっちゃい島とかあるんじゃないですかねだからそれとっも島とか通んないかうん長崎県いや一部は佐賀県とかも入ってたりとか熊本県とかも入ってるんじゃないですかね一部ねうんうんえっとどうでしょうか 1>, 1番目はちょっと×でいきたいと思いますね。なんか熊本県とかも入ってんじゃないかなと思ったんで、2番目、今回開業した西九州新幹線武雄温泉から長崎間の営業機能は69.6キロであり、この距離は全国の新幹線において最短距離を結ぶ新幹線である。あこれは可能性あるんじゃないですか。これは可能性あるんじゃないでしょうかね他に あでも四国って新幹線走ってなかった気がするんですよね。確か。あれじゃあこれは正解じゃない僕2番目は丸にしますね。うん。丸な気がしますね、これはね。69.6キロ。うん。で、3番目。今回改良した西九州新幹線武雄温泉長崎間の、えー、駅の駅で、駅で、うん。長崎本線と西九州新幹線と乗り換え可能駅は武雄温泉駅と長崎駅であるということです,ですね。うん。 いや、全然ちょっと分かりませんけどね。うん、でもこれは、なんとなく、丸な気がしますよね、やっぱ。うん。どうでしょうか。あ、でも、引っ掛けかもしれませんね。違うんじゃないかな、意外と。意外と違うとかってありますよ、これね。引っ掛け。ここでね、なんかほら、滝温泉とか、なんか長崎館って書いてあるからね、そうかなと思いますけど、意外と違うとかってね、感じがあるんで。じゃあ、3番、×でいきます。なんで、僕は、×××でね、いきますね。 はい、4番目、えー、西九州新幹線竹尾温泉長崎間の平行在来線である長崎本線の駅で駅名が解消された駅があり、港北駅か肥前、えー、山口駅ですかね、に解消されたということなんですけどもね、これは丸じゃないかな、うん、何時かっていうと、なんかかなり具体的な問題すぎるんですよね、だからちょっとそういった感じですよ、丸にします。なんかそういうい なんかすごい難しそうな感じがするんで、なんか丸という感じですね、はいえーと。5番目、西九州新幹線、武雄温泉、長崎間の平行在来線である長崎本線で電化区間だった区間が、非電化路線になった区間があり、その区間は非膳浜から長崎であるっていうことです。これも随分具体的ですね。うーん、当てずっぽう台の丸かなうん。具体的なんで。ね もうこれはもうむしろ説明があのクイズというよりも説明な感じがするんでうんそうですね、○でお願いしますね。はい。というわけで、×○×○でお願いします。はい。ええさらかいさん、えー、前窪様へ、えー、コメントありがとうございます。将来、長崎から西九州新幹線、九州新幹線、山陽新幹線、東海道新幹線、東北新幹線や北海道新幹線経由で、 札幌までを速道車付きのえ寝台新大新幹線なんかできたら私も面白いと思います。うん、あのかつて東海道・山陽新幹線では、100系で速道車と2階建ての車両付きのグランド光の運転実績が東京博多間であるためえ、技術的には可能ではないかと思っています。うん、東京から新横浜までの短い区間でしたが、洋走距に乗ったことがあります。 実現のためには以下の課題があると考えています1番目原則として新幹線の運行が不可となっている0時から6時をどうするべきか。あへえそうなんだなるほど。 へこれは知らなかったですね沿線のあ騒音対策があったんですね。沿線の騒音配慮のため、原則として新幹線の運行は6時から23時59分まで、回送列車は0時台と5時台も走行可能というのが原則、これは初めて知りました。なんか24時以降も走っている気はしたんですがな、そうじゃなかったんですね。うん で夜は東京駅か停泊が現実的かもしれません。いやー、でもこれだとすると課題になってきますね。うん、東北新幹線と東海道新幹線の直通運転に JR 東日本と JR 東海が合意できるかということですね。うん これはなんとかなるんじゃないですかね、うん。この2社はかなり経営スタイルが異なっていることからあーなるほど東京駅をまたげ,げるかが限りないそうです。東京駅でそれぞれの線路が分断されているため直通運転の場合1日2日の、えー、そうですね1日2日程度の工事のため上野から東京品川を運休にする必要もあります。えー、リニア中央新幹線が開業した後ならば可能かもしれないと考えています。 他にも課題はありますが、特に重要な点はこの2点であると思っています。実際に実現する場合、グランドヒカリと現在も運行されている信頼特急、サンライズ、出雲、瀬戸の車両構造を参考にして作るのではないかと予想します。うん、クルーストレイン 七つ星イン九州のような高級列車化し、旅行商品専用化して、グランドヒカリや新大特急、サンライズ出雲、瀬戸とは異なり、緑の窓口では買えない列車になる可能性も想定していますという感じですね。あのこれ、僕、一つ気になったんですけど、上野東京品川間、これ運休するってのがありますけど、一つもか全然話変わりますけど、あの山手線ってなんかこういう感じですよね、山手線って。 新宿があって、あ、ちょっとかかわてでいいか。うん。新宿がこっちにあって、あ、ちょっとこんな感じで。こっち新宿で、こっち東京ですよね。まあ、簡単に言うと。で、この真ん中をぶった切るからね、中央線走ってますよね。うん。だったら、なんで僕は、こういうなんか田端からこう品川までぶった切る電車がないのかってちょっと気になるんですよね。JR が。まあ、地下鉄だったら、グーだってこんな感じでなんかあると思うんですよね。うん。都営三田線とかね。うん。でもなんか、 あのこういう電車欲しいですね、うん。新宿から、大崎とかね、なんかこう、あちらが田畑からこう、なんかこんな感じ出てきて、うん。なんかこういう電車が作れないのはなんでだろうって、ちょっと気になったりはしますけど、まあ、いっぱい、あれかな、やっぱこの辺に、あのなんだっけな、えー、家とかあるからでしょうかね、きっとね、うん。っていうなんですけどもね、僕は、はい。自分で言ってあれですけど、都営三田線ってめっちゃ懐かしいですね、うん、懐かしいはい。 というわけで、ありがとうございます。これで以上です。